じゃあ3分ほどで焼き上がる、うん、ということですので、うん、その間にですね、実はここピザだけじゃないんです、うん、パスタも具を選べることを選ぶことができるということで、まあ、ピザはですね880円なんですけども、はいはいはい、パスタは950円で、うん、なんと生パスタ麺を使っているんですね。950円出せば何をトッピングしてもいいの。そうなんですよ。そうで山口スペシャル、こちらは、私シンプルに全部のせでございますよ。全部のシンプルで、もう麺が見えないというね。そうなんで、でも色合い素敵でしょ。すごいですね。ほらほら、ミートボールもありますし、ね、これペペロンチーノソースでございますんでね。ベースのいただきます。パスタも4種類のソースから選ぶことができるんですね。なるほど。 はどうですか。もう生麺なんで、もうもっちもちで、食感もいいですし、あと香りもいい。あと本当にね、この食材もたくさん、それぞれの味がね、引き立っててね、うんうん、あの若干喧嘩はしてますけど、本当に美味しいです。いやだからですね、あの自分好みの具材を選ぶことができるんですけど、うんうん、全部のせいは店長曰く初めてです。やっぱり全員4番じゃ野球は勝てないですね。感じました。でもね、もうすごくいい香りしてますので、めちゃくちゃ美味しいですよ。ね、好きな具材で好きなパスタ、好きなピザを作ることができるということなんですね。さあ、ピザを楽しんでいただいて、プラス200円出していただくと、なんと中央にございますこちらのビュッフェも楽しむことができるんです。まあね、お野菜のサラダもね、こうやってね、サラダもたくさんありますし、そして今山口くんが取っていますオニオンフライ、お隣はフライドポテト、さらにはお隣は唐揚げ、まだまだありますよ、グラタン、グラタン、そしてね、飲み物も飲み放題、食べ放題、こちらが200円でできるんですよね。飲み放題できる、飲み放題もついてるんですよ。エミリーさん、これだ。